では板鳩神社やぶさめ保存会の方にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。まずお名前から教えてください。私は板鳩神社やぶさめ保存会の広報担当しております鈴木と申します。はい、鈴木さんよろしくお願いいたします。はい、今年のお祭りはいかがでしたでしょうか。はい、毎年非常に盛り上がるこの板鳩神社の例大祭なんですけれども、今年は特に保存会としましては、弓を打っていただける前役の、年男が、人数も多くてですね、大変盛り上がったと思います。保存会の皆さんの役割を教えていただけますか。はい、先ほど申し上げました弓を打つ、つまり、数えて申し上げますと前役にあたる40歳、それ年男がまずは、弓を購入いたします。そしてその後の翻訳ですね、に当たるものがですね、おみきと、おまんたといいまして馬に飾りをつけたものを購入させていただきまして、私も参加していただきます。そしてあとその後の最後は後役になりますが、その後役の、会員による、持ち投げという形で祭りを締めていく格好になります。保存会の皆さんは、練習からそれから本番などなどいろいろサポートされていると思いますけれども、はい、どんなことを。はい、そうですね、基本的に保存会のメンバー、前役、翻訳、後役という、その役割をこなした後に有志で残るという形で構成しておりまして、会長の近藤をはじめ、エビエと中心となる人物を、ですね、指導を受けながら、各会員の役割を持って、祭りのお手伝いをさせていただいております。なるほど。大体何人ぐらいで保存会はやられますか。そうですね、総勢で、50名以上が集まると思いますが。そうですか、はい、そうですか、はい、そうしますと今後もこういった伝統的なお祭りを皆さんもこう維持していきたいという思いから集まられてるんでしょうか。そうですね、はい、こういったご時世ですから、そういったことに興味を持たれる方が減っていくのかと思ってはいたのですが、実際ここ数年非常にどんどん増えていっているぐらいの規模になっておりまして、非常にありがたいお話でございます。やはり皆さん春日出身の方が多いですか。そうですね、基本的にはここの地域が高木地区ということもありまして、基本的なその骨格的な部分はやはり高木中学校の、出身の同級生たちが集まって、そういった行事に参加させていただいております。ただ最近はこういったいろんな地域に結構移り住む方も多いですから、そういう方々は基本的に他の地域からでも希望される方は入会も可能という形でやっております。なるほど。では最後に、今後ですね、このお祭りに関する対する思いですとか、はい、志などありましたらお願いします。はい、やはり古くから遡りまして、やぶさめという行事は、春日市の無形文化財にも指定されているということもございます。この伝統をですね、やはり私も駒子の代まで残していけるように、しっかりと伝えていきたいと考えています。そうですね、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。